周囲がどんなに騒ごうが、本人たちはどこ吹く風。リンゴをかじりつつ、なんとかなるさと、お気楽なものです。で、結局嫁だかつがいだかは見つかったの？知らん。知らんって、お前のつがいなのに？暇人どもが勝手に焦って騒いでいるだけだ。そういう貴様はどうなんだ？もう最悪だよ。ファルサーミには叱られるわ。さらってきた人たちを家まで送り返すの手伝う羽目になるわ。人間でも適当なオスはいなかったということか。そもそも向こうは無理やりさらわれてきたんだから、怯えられて話にもならなかったよ。あ、そういえば一人だけ勘違いしていきなり押し倒そうとしてきたアホなやつもいたけど、あやめがぶん殴って放り投げた。なんて言うんだっけ、獣耳フェチ。でもあいにく私、自分の意思で獣化できないから、獣耳も尻尾も出せないんだよね。獣人に手を出そうとするとは、人間にしては大した度胸だ。人事だと思って。お前はオスに押し倒されたことがないから、そんなことが言えるんだ。気色悪いことを言うな。想像したくもない。どっかに優しくて紳士的でロマンチストで、そこそこ強くて裁縫が得意でかっこいい猫系の金髪獣人いないかな。あと私より背が高いの。死んだ先代の獣王が生まれ変わらない限り無理だ。ところでさ、セザー、このリンゴすっごく美味しいね。うん、そうか。今まで食べたリンゴの中でダントツかもね。ドキドキ。セザー、忘れた。そこらにあったのを適当にもいだだけだ。リンゴの木なんぞいちいち覚えてられるか。嘘だ。こんなに美味しいリンゴの木をどうやって忘れるのさ。リンゴの木なんぞ探す暇があったらつがいを探せ。なんだいなんだい、お前だってつがい見つかってないくせにさ。はいはい、どうせそんなくだらんことに割く時間はないとか言い出すんだろ。あいにくだが。ん？俺のつがいはもう決まってる。